現在、券の広報部で働いております。私はオーストラリア人で2年前にロンドンに参りましたサーピーター・パーカー・ウォーズに参加することができ大変光栄に思います本日のスピーチでは異文化コミュニケーションについて話したいと思います文化を避けるた文化を避けるために、えー 何に気をつけなければならないかを説明したいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますさて皆様に質問します違う国から来た人に話しかけた時ちゃんと通じなくて理解できない状況を体験したことありますかこれは私が日本へ留学したときに飛行機の切符を買うとした時のことですすみません 名古屋から奈良まで飛行機を予約したいんですあ、そうですか飛行機で行きたいんですかはい、そうですあ、名古屋からですかはい、お願いしますあ、あ、名古屋ですかはい、名古屋ですあ、テンションはどうですかねいや、飛行機の方がいいですあ、そうですかええー、飛行機ですか名古屋からの飛行機ですか はいそうです、この時の私は、名古屋から奈良まで飛行機で行き,行きたいだけなのに、なんで何度もこの人、同じことを聞くんだろう、<laughs> そして旅行会社の人は、名古屋から奈良まで飛び飛行機がなんかないんですよ、電車しか行けないんですよ、もう外国人、何も知らないんだから、気づきましたかえー 多くの日本人は相手が間違いをしたときにそれを言わずに遠わしを伝えようとしますしかし西洋人にはこれが全く理解できません西洋人はただ YesNo を知りたいだけなのですこのように相手の言語を話しても文化を理解していないと誤解が生まれる可能性が高くなります文化というのは 食事や芸術、教養だけではなく、人の考え方や感じ方、世界観の違いなど、生活あらゆる側面に影響を与えます。現代のビジネスは、国内から世界へと広がっています。そのような環境において、ビジネスを成功させるために、異文化コミュニケーションを理解することが不可欠です。 同じ言語を話しても文化が違うと言葉の意味を誤解することがしばしばあります私はイギリスに引っ越した際面白い経験をしましたエレベーターに乗っていた時同僚に「あ今日は寒いからパンツを履いてくればよかった」と言いましたするとエレベーターに乗っていた人たちが一斉に私の方を唖然とした顔で「見ました」 オーストラリアではパンツはズボンという意味ですよだけれどもイギリスでは日本と一緒の意味でパンツは下着という意味ですあとから考えると同じ言語を話しても文化が違うと全然意味の言葉の意味が違ってしまうんだなって気づいて恥ずかしかったですそれでは日本人と西洋人のコミュニケーション方法に影響を与えます について話したいと思います。すみません。集団主義と個人主義、縦社会と横社会にいった例はよく知られています。しかし今日は他の側面から話したいと思います。まずはハイコンテキスト文化とローコンテキスト文化の違いについて話します。コンテキストは文化的特徴や背景の共有のことで、どれだけ英。 共有しているかで決まりまりす。例えば言葉民族的背景宗教価値観教育水準などに共有部分が多い日本はハイコンテキスト多様な文化が混ざり合う欧米の国々はローコンテキストに分類されていますつまり日本のようなハイコンテキストの国々は 一をを聞いて十知る文化ですにイギリスのようなローコンテキストの国々は価値観もさまざまでもともと分かり合える部分が少ないので常に言葉ではっきり表現します日本の会社に仕事しているとイギリス通りをたちにあの日本文化について説明しないと 日本,社社員日本人社員への不満が出てくる可能性があります特に質問を聞くときに日本人の同僚が頭に横に傾けてキスッしますねでイギリス人がそれを見る,見るとあ考えてみますというボディランゲージと解釈しますだけれども日本人にとってはそれは無理だなという仕草なのです そうやって誤解が発生するのです。それでは、コミュニケーションは自己の運命にどのぐらい影響を与えるんでしょうか。この違いは自分のオーストラリアの文化を見ると一目瞭然です。子どもの頃から自分の運命が自分で決めれるものだと言い聞かされて、育ってきました。人生は夢と希望を持って、どんな大きな夢を持っても、自分を信じれば何でもなると。 挫折の体験をしても日本語に言うと頑張れ頑張れ夢が叶うまで頑張りますそれに対してアラブの文化はどうでしょうか私が2008年に1年間 UAE のアブダビでスチュアレスの仕事働いた時のことです スチュワーデスの仕事は綿密なスケジュールを基づいています。しかし、アラブの機長とスチュワーデスたちとミーティングするときに、こんな感じでした。はい、皆さん、今日シンガポールへの出発時間は2時頃で、インシャラ。到着時間、10時頃で、インシャラ。機長、天気はどうでしょうか晴れかな、インシャラ。 長シンガポールで免税店に買い物行く時間ありますかインシャラインシャラとは「神のみぞ,のみぞ知る」という意味ですアラブの国に住むと毎日何回もインシャラという言葉を聞きますアラブの文化では自分の運命が自分で決めれるものだと必ずしも自分で決めれないものだと 文化,ではない文化ですこれまで述べたように文化というのは我々の思考過程他者との関わり方を左右し最終的にコミュニケーション方法を影響を与えますグローバル化によってビジネスの活動が文化を超えて広がっている今異文化コミュニケーションの認識を 高めて、文化全般を理解する、理解をすることが大切だと思います。私の希望ですが、いつか会社の中に異文化コミュニケーションを理解するための統合的なプログラムを作りたいと思います。そうすることで、社員がお互いに尊敬ができ、良好な関係ができるのではないかと思います。 ビジネスにおいて、異文化の架け橋になることが私の希望です。以上で私のスピーチを終わらせていただきます。ごご聴ありがとうございました。